エースホテルはアメリカ合衆国のニューヨークに本社を置くホテルチェーン。1999年にシアトルで設立されオレゴン州、ポートランドなど主に米国でホテルを運営する。エースホテルポートランドエースホテルニューヨークの客室エースホテルニューヨーク最初のエースホテルは1999年に開業した。アレックス・カルダウッドとその友人のウェイド・アイデルとダグヘリックは シアトルのハーフウェイハウスを購入し、クリエイティブクラスに訴求する手頃な価格のホテルに転換した。それより前に、カルダーウッドとワイゲルは、シアトルで伝統的な理髪店を復活させたコンセプトのルギー S を設立しており、最終的に10件を超える店舗が西海岸で展開した。また、マーケティング及び広告会社のネバーストップを設立した。2006年、 ジャック・バロンとマイケル・バイ・ソーディがオーナーとして加わった。その年、2軒目のホテルをポートランドに開業し、続いて2009年にはパームスプリングスとニューヨークでホテルを開業した。2011年、ホテルのミニバーで販売するマニキュアを化粧品会社のウスルエアラインズと共同開発した。2013年、ロンドンのショーリッチにエースホテル、パナマのパナマ市にアメリカントレードホテルを開業した。 創業者のカルダーウッドは1年から2年ごとの新ホテル開業を目標としていたが、ショー小ッチのホテルが開業した直後、2013年11月に47歳で亡くなった。年が明けて2014年、ロサンゼルスのダウンタウンで劇場をコンバートしたホテルを開業した。2015年冬にピッツバーグ、2016年春にニューオーリンズで開業した。 2020年夏、日本への初出展として、京都市中京区からスマオ池の新風館に開業した。ありがとうございます。